能見神明宮大祭は愛知県岡崎市元のみ町の神明宮界隈で開催される祭り。開催期日は毎年5月の第2土曜日、日曜日。岡崎三大祭りの一つに数えられる。祭りが行われる岡崎市元のみ町の神明宮は通称能見神明宮という。地元住民からは神明さんと親しみを込めて呼ばれている。 平安時代中期、源、寄地下の家臣が、農民の里を開き一心氏を建立し、後に神明を誕生したのが始まりである。今の地に移ったのは、戦国時代末期。1590年、武将、田中義政が、岡崎城を近世城郭に整備した際に、移転再興された、神明宮大祭の起源は、江戸時代中期とされる。当時の著作物、 三河名称氏に、例大祭6月15日なり、山車両を両出す、宇治子町中を引き渡す、同時の舞などあり、美観言わん、刀詞と記されている。現在の宇治子町は、元の海北町、脳海北の節、脳海中の切れ、脳海南の切れ、材木一丁目、材木二丁目、松本町、元の海中町、元の海南町、上北町の十賀町。 計8台ある出汁は、新名宮の境内に格納されている。そのうちの1台は、元の海北町、城北町、そしてかつてうじ子だった、柿田町の山町が所有している。材木1丁目には、出汁がない。子供連ジ子会所を開き、上り旗を建てる5月初旬頃から、町内は、お祭りムードとなる。出汁の待ち引きと、ご神与と行をメインとする祭りであるが、かつては、 万歳、獅子芝居、心波芝居、歌舞伎、浪曲など様々な余興が行われていた。大祭は役割を、宇治こ町ごとに分担し、一年ごとにその役割を、上記の順番で回す形で運営されている。各部門を取りまとめ、県選順の筆頭を務める町を、大年番という。2015年の開催日は5月9日、10日。材木二丁目が大年番を務めた。 2016年の開催日は5月7日、8日。岡崎市政100周年を記念して、初日の夜、滝技能が新名宮神グラデンにて上演された。市内に住む関税流の重要無形文化財保持者が、羽衣の天女を演じた。同じく初日、出し八台が午前中より、岡崎市図書館交流プラザ東側の駐車場に展示され、お囃子や踊りの披露が行われた。 2017年の開催日は5月13日、14日。2018年の開催日は5月12日、13日。元の海南町が大連番を務めた。2019年の開催日は5月11日、12日。城北町が大連番を務めた。材木一丁目は祭りに参加しなかった。同年から宇治小町による役割分担が見直され。 11部が5部に改められた。大祭統括部、新事部、備品衣装部、警備地5部、余興部の5部に改められ、各部を2丁で、共同運営する。各部県選順の若番長が、部長、地盤が副部長を担当する。1日目初日は、出汁のお払いから始まる。お払いの後、新明宮境内に格納された8つの出汁が、各町に向かって出発。午後は、 境内の神楽殿で乙女のうまいが奉納され、薬土司会の出し物が行われる。遊国、農民不動村前交差点から西に伸びる参道に出しが集結する。これを酔い祭り、出し揃えと呼ぶ。この行事は1992年から行われているものだが、往年はここで多数の植木屋が5月初めから植木市を開催していた。酔い祭りの時間、境内では、 子供練り込み花火と神前法のお花火が行われる。21時、宵祭りの会場から、出しが再び出発。それぞれの町で一晩過ごす。二日目早朝より、御神予と御が行われる。これは、法王のついた御神予者が戦時史や、各町の随行、五式綿、保護学人、三種神宝などと共に行列を作って、各町内を回り、 町ごとに設けられた小旅所で、勘主のお払いを受けるもの。この時別の区域で、地語行列も行われる。13時より、出汁の待ち引きが開始。各町の出汁には、舞台が備え付けられており、子供の日本舞踊が町中で披露される。出汁同士のすれ違いも祭りの見どころである。かつては各町を申し合わせてすれ違い専用の、お囃子曲を用意し、競い合ったこともあったという。 終着場所は、新名宮の南側の道路。待ち引きの間、境内では乙女の舞が奉納される。19時20分、祭りのクライマックスとされる出し宮入りが開始。一斉に町鎮に点灯された八台の出汁が、高張町鎮を先頭に各町を回り、新名宮へ向かう。境内に戻ると速やかに奉納の舞が行われる。 3日目祭り自体は日曜日で終了するが、神事として終わり祭りが15時より再行される。ありがとうございます。